4月4日月曜日です。なんかね、レンズ静電気でもあんのかな。サンダーとかかけてるとね、の木のくずがすげえレンズの真ん中にピト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 ついちゃうからね。はい、まあ今日は引き続き、まあこの切った数くずをガラ袋に入れ、まあ、ちょっといろいろ今朝は買い物をしてきました。待望のドラムコードで、あとはホームモルタルですね。水が使えることに、ね、なったことによって、コンクリが生コンとかモルタルに練れるようになったんで、雨が降るたび悩まされ続けてきたあの床下に水を入れる、なんだろう、あの雑草の根っこが開けた穴、あれをちょっと塞げるようになったんで、まあこれをちょっと塞いでみっかっていう感じです。じゃあそう頑張っていきますわ。はい、じゃあ一応果たしていきます。ひたすらね、退屈な絵が続くという。はい、どうもイズログです。で、今日もまあ早回しでいきましょい、まあ、早回し、うん、どうしてもその面白い動画とかね、DIY 的なあの立派な動画って作るのどうしたらいいのかがようわからんです。で、それとあと、やっぱりああいう動画を作るには、そのシーンごとにカットを入れていかないとダメなんですよ。あのアップでノコギリがチュインチュインってやるとか、なんだろう、釘とかさ、使う道具をこうドンドンドンみたいな感じでこう置いていくものもあるんだけど、まあ、いかんせんそれやってるとやってらんないっすね。確かにその1分も満たないあのカットなんで、まあそれなりに時間のかからないものではあるんですけど、もう俺がそれやるとめんどくさいっすね。で、単調作業がただでさえ嫌いなんで、逆にそういうふうにこう単調作業こう分担していくと、もう惰性で行く方が早いんで、僕の場合性格的に。だからもうその惰性でダラダラやるしかないんですよね。だからそこまであの器用なカットを入れておくことができないです。あ、でこれはですね、まあトタンを打ち付けてあった腐ったあの細いタルキですね。まあこれがまたどうもこうもなくて、で、まあ動画の頭でも言ったんですけど、使える部分が意外と多いんですよ。だからこれもこれでちょっともったいないんで、まあ、あとは朽ちたとしても全然影響がないとか、それほどなんでしょうね、影響というか、まあもともと外でさらされてたから、晒されても、まあ、差し支えのない場所に使おうかなっていうことで、まあ、この10センチ角ですね。まあ、今、ポイって投げたやつはダメなんですけど、シロアリが食ってないんですよ。この青いペンキで塗られたところ。だから、これ使えるなと思って、しかも、まあ、風にも雨にもさらされている割に、全然、切って、見てみるとすごい綺麗なんですよね。まあ、多少乾いてあのパシッとこうひびが入った部分はあれど全然使えるんですよ。なのでまあ大引きですかね、ウッドデッキの、まあ、今ここ小の字ですね、くぼんでるところがあるんですけど、今片付けてる、ここにまあウッドデッキを作って、そのウッドデッキの土台大引きっぽいやつに使おうと思ってます。これしんどいんですよ本当。はい、でこれから、サンダーじゃない、ヤスリかける、サンダーかけるんだけど、まあホームセンターで一番安いの買ってきました。ちゃんと DIY 専用っていうのがあります。まあオービルサンダー、これがどんな感じになるのかですね。やっぱ作業効率上げるのに、はい、買いました。ドラム30m4キュッパであって、これは買いだと思ってちょっと買っちゃいました。4980円。これでやつらを削ってやろうと思います。
はい、これ、結構秘密兵器を投入した気でいたんですよ。ここまでは秘密兵器が来ても、これ楽勝でいくだろうっていう感じだったんですよ。この時までは。30メートルのコードもインターネットで買うよりも安く買えたし。だから、希望に満ちたサンダーだったんですが、しかし、なっておるでござる。はい、サンダーだとものすごい時間かかるということなので、グラインダーの、ディスクグラインダーでやっていきたいと思います。はい、だからまあ、パワー不足っていうか、なんか、あんまり強く押さえてガーってやると、破れるんですよね、すぐ。だから、もうちょい、網じゃねえよ。なんか、網って言ってるけど、ヤスリっていうか、紙の、なんでしょう、サンダーのやつですかね。あれ、なんていうか、わかんないんですけど、まあ、とにかく、もっと粗い目のやつでやるべきでしたし、まあ、これに関しては、仕上げじゃないんで、まあ、これサンダーでやって正解でしたね。ちなみにこれサンダーで使ってるやつは、100均で売ってるやつがめちゃくちゃちょうど良かったですね。なんでこれ、ダイソーの使い方っていうのもよく分かってきました。何も仕上げるとかを求めないんであれば、まあ、単純に再塗装するとか、何かね、剥がすんであれば全然100均のやつで OK です。むしろそれがちょうど良かったですね。はい。だからまあ、あと、DIY 用のサンダーに関してはもう仕上げですね。結構ペンキを落としたやつがあるんで、テーブルとか。まあ、あれを、まあ、ジャーっと。ペンキだけ落とすのには使おうかなって感じですね。やっぱりこのサンダーの方が早いっす。では、あとはこの30メートルコードですね。やっぱ早いし、まあ電気が通ってなかった去年と比べると、その電動工具がちょっと変わってきて、もう家庭用電源が使えるってことは、その家庭用電源に接続しながら使えるコード付きの、やつに変わってます。で、やっぱりそのコードレスのバッテリーのやつよりも、やっぱりコードが付いてるやつの方がパワーありますね。当たり前なことながら。だからやっぱり電気は通しておいて正解でしたね。もう本当にこのグラインダーが違いますからね。コードレスのバッテリーのやつは全然パワーないんで。はい、まあディスクグラインダーのサンダーの方が断然早かったっていうちょっと残念な結果だけど、まあ今後いろいろ仕上げとかをするのに、まあ、サンダーも必要になるとは思われるけれども、どうなんだろうな、もうちょい網の粗いやつをね買えばよかったかなって感じ。はい、でまあ一旦ここだね。ブルーシートで、あれも、なんだろう、濡れてダメにならないように、一旦ここに置いておきます。はい。一旦、まあ、なんでここじゃないかっていうと、一応レベルを、地面をちょっと水平出したいんで、なんでかっていうと、ここにウッドデッキ作るんで、それの、まあ、ためにね、ちょっと冷気も買ってきてあるんで、まあ大体冷気をかけないところといえばあそこなので、まあちょっとここで、なんとか木を置く場所を作りたいと思います。
まあ、これはですね、しんどいっちゃしんどいです。まあ、しんどいしか言ってないけど、全部しんどいわけですよ、マジで。で、まあ、勢いと思いつきのままやってて、何が一番考慮しなくちゃいけないかって言ったら、一人でやってるわけで、一馬力なんですよね。だから、一馬力で、いかに効率よくやるかを考えた場合、その効率が悪いんですよね。で、それは作業効率以上に何が悪いかって言ったら、今の自分のレベルに対してやることが多すぎるんですよ。だからやらなくてもいい最小最低限のことっていうので始めてなかったっていうのは、これまた痛手ですよね。はい、まあ日が暮れてきたんで、今日これで終わりです。で、明日どうしようかな。免許の更新行っちゃおうかな。まあまだ日はあるんで、じゃあ、金曜日雨降る予報だから、クレオトップ塗ってここもバラしちゃおうか。はい、こんな感じです。あ、疲れた。昨日風呂入ってないから今日銭湯行ってるわ。んじゃ。感じでしたね、結構。この時は免許の更新とか動けない時期もあったんだけど、一番、テンポ悪かった時です。でもこんなでもグタグタで、まあ、やってます。頑張ってるよ。バイバイ。